ありがとうございました。ありがとうございました。そしたら会場の方もせっかくですので簡単に何か一言言って帰っていただけたらいいと思います。じゃあどうぞ。お名前と、はい。ああいう形だ。役も飽きるんですけど。皆さんの救済法の制定を目指しておられる方やと思うんで、僕は体験者にね、昔の昭和の終わりのね、労働省と厚生省はまず別の役職の霞が関の、実際に参考になると思うんです。ありがとうございます。僕は博物館に行って、運動科学で労働者に入れたんでね、それで腐ってる労働者と喧嘩したんです。おじいちゃんに、ね、暴れたらね、東京都と松田病院副院長の金子つぶるやつが妄想性精神分裂症で、どうで2つより同時して妄想なくて、で金子がね、この三井三池の担当に単純で医者の単純中毒があって死んだ人の脳を味噌をいっぱい解剖して出身の記者がつかんでた。で妄想出身これで、その松田病院やってたと東北店の10分ぐらいするところ全敗でね、勝負としてね、東京地裁と松田が議論で、デザルの壁。これでね、負けたんですよね。これでね、その後ね、厚生省に行ってね、移動し進化から医者の勝負ですよ、ね。まあ、有罪判決でも勝負なんだけどね、そこにね、日本の憲法に出された国民の誓言の憲法ですよ。厚生大臣が君に誓言書を出して、金を処分しようとやったのね。これ移動審議官担当官僚はね、あなたも労働者やったらよく知ってるように請願というものを受け取って置いとくもんやっておいとられてまあそれで普段組み合って、まあ、あれも組み込んですけど、それでね、その頃ね、僕は安全衛生部の計画家で暴れたんですよ。でアスベスト担当でしょ。それで、それで知ってるんですよね。最高裁が戦乱のアスベスト訴訟で救済されんかった人がいるんですよ。あそこで最高裁が腐ってたんですよ。でね、その当時ね、南アフリカのアパルトヘイト間にある国民の労働者に適用されるアスベスト法制のね、アイエルの流れ地方と一切取り入れてね、日本の労働者が強いの、進むと。いや、ほんまですよ。それは、それで最後でスクーター出るじゃん。労働者が危ないのに規制線があって消し合うんだからね。それで救われるんだって感じがあるでしょ。あそこを最後で腐ったんですよ。アスベスト、アパルトヘイトがまだやったね。アイデアローが新しいんですよ。そこは南アフリカ。すいません、マイクそちらの方に回してください。大阪の皆さんの方も大きな感じ言ってきます。じゃあどうぞ。皆さん行くよ。はい、簡単でも結構ですが、お名前とか。今日はありがとうございます。尼崎市の藤井と申します。工事の勤務障害身内に当事者とおります。何も工事の勤務障害っていうことが何もそういうことすらなかった時代で、今はインターネットですといろんな情報がある時代、惑わされることもある時代ですけれども、まあ、本人当事者が少しでも笑顔になれるためにいろんな情報をいろんな形で入手して、次の一手を考えている状況です。またこんな機会がありましたらまた参加してそういうチャンスを得たいというふうに思っております。今日はどうもありがとうございました。近くに住んでおります浦川と申します。今日はありがとうございました。家族に、まあ、機能障害はありますけど、ただ、まあ、支え方とかどんな風にしたらいいのかなっていうのは考えるところなんですけれども、ご家族の話を聞いて本当に周りの遺族のつながりとか支えてくださる人間関係とかそういうものの大切さっていうのを改めて考えさせてください。
かせられましたし、本当に知らなかったことがたくさんあって、法律関係のこととか考えたこともなかったし、すごくこう自分のことにしていきつつ、周りの人たちとのつながりを考えるいい機会になりました。本当にありがとうございました。じゃあコーチさんと、はい、コーチさんと、はい、YouTuber です。今入ってる、はじめまして、コーチ教師と言います。 YouTube を始めたのは、僕当事者なんで、12年前に脳梗塞を起こして、それからちょっと引きこもりとかの時期もあったんですけど、八尾でね、当事者家族の会があって、そこに通うことによってなんかだんだん元気になって、で八尾でもたくさんいると思うんですよ、ね、法人の刑務所で。だけど家族の会とかにはあまり新しい人が来ないっていうことで、どうにかもっと来てほしいなと思って会長と相談したら、なんだろう、 YouTube で発信したら少しでも来てくれるに違うかなと思ってね。でまあ八尾からは来てくれるんですけども、それ以外にもちょっと来てくれたり、でわざわざ僕が行ってる事業所があるんですけど、そちらの方にも YouTube 見て会いに来てくれて、その人もすごく家族から理解がなくてもう死のうと思った、そういう人なんですけどね。でまあ僕と会って、で、ま、毎週週1回来るんですけど、毎週来てくれて2、3ヶ月来てくれたかな。そして僕が当事者会、こういうのありますよって教えたところに今行ってます。だから今はもう元気に社会活動してます。で僕はこういうなんていうのかな、人当事者は助けたい気持ちはあるんだけど、あまりうまくしゃべれないっていうか、これも当事者ですので、なかなか頭の中で言いたいことが整理できないんで、だけどなんか助けたいっていうことで、当事者のピアサポートっていう研修会があって、でそこで研修受けてピアサポーターとしてちょっとずつですけどね、活動していっています。やっぱり聞いてくれる人、そういう人が周りにいたら、当事者すごくね、元気になるんで、まあ僕もそうやって元気もらったから、今度元気のお返しができたらいいかなと思って、まあ、友人もそうですけど、そういう活動しています。で、チラシの件は、チラシの件は、向井さんに。ね、来るか。来る。隣だそうです。どうぞ。はい。いいですか。大丈夫ですか。いやまあ死ぬことでも喋ってもらって。すいません。私川崎から言いました中井正義と申します。こういう勉強会に参加させていただくのが初めてで。でも最近ちょこちょこと6月の20日の日にも岡山県の、長島、聖書園ですかね、ハンセン病のところで初めて足を入れたっていうね。でそれと今まで自分が描いてきたイメージと違うっていうのがあって、これなんかは別の話なんですけど、まあ、こういう機会に電話させてくれた北田さんに本当に心から感謝しております。で、まあ、年の北田については、彼が保育所に行ってた時代に関西大学の、先生で鈴木正蔵先生って方がおられるんです。でその先生が、彼の絵を見てとなったまま言葉が出なかった。というのは彼のその描いてる
何を描いてるのか言ったら宇宙、宇宙を描いてると、そう評価していただいたんですよ。だから僕らがその言葉を聞いて、きっとこのすごい先生になってくれるやろと、うん、この事故を聞いて、えっって本当にもう心を痛めました。でもこうして元気にお話できるぐらいで回復されたっていうのは本当に嬉しい、うん、気持ち。これはもう親御さんや周りの人たちが一生懸命努力された、まあ、本人の努力も相当なものもあったと思うんですけど、相当な努力やるなと思います。これからもほんまに命を大切にしてください。私ももうちょっと行きますので失礼いたしました。私まあ上映会何回かされてるのは知ってて、日程がちょっと合わなかったので今日寄せてもらいました山本と申します。まあ、いろいろお話聞いてて思い出したんですけど、私仕事で保健福祉関係の窓口をしてたんです。で、だいたい働き盛りの方は脳出血とか脳梗塞とか心筋梗塞になって、ある程度回復するして麻痺はないんだけど、見てどこも悪くないんだけど、記憶障害とか喋れないとか、ちょっと目が一部視野が見えないところがあるとか、いろいろ持ってらっしゃる方が、まあ、おられて、で体の不自由だったら、少しでも不自由だったら身体障害者手帳取れるんですけど、身体障害者手帳は福祉サービスとかいろんな面で就労とかね、カバーする制度があるんですけど、結局は精神保健福祉手帳の一番軽い3級レベルしかなくって、長く関わったのは、1人は自動車関係の営業マンで、ゴルフとか結構営業で、まあ、成績良かったんだけどすごく美食だったんで、それと家庭を顧みなかったんで、結局は障害を持ったことで離婚されて、精神科に戻ってこられたんだけど、まあ、体はねリハビリで良くなったんですけど、結構重い記憶障害が残ってて、お母さんがかなりいろいろ手続きとかされたんですけれども、まあ、大きな自動車会社で家族的なところだったんで、本社のところにポストを設けていただいて、家から離れて名古屋の方に行かれましたけれども、そこでのサポートは、まあ、社員さんの行為みたいな、元の知り合ってる社員さんたちの行為で、なんとかもう年数が経っちゃったから、今どうなさってるか、自動車会社も今厳しいところにあるので、どうされてるのかなと思ったんですけど、その方は失職しなくてよかったんです。でもう一人は、まあ、仕事に一生懸命になって独身になって、やっぱりちょっと肥満があって脳梗塞が傾向があって、それで体は障害残らなかったけれども、記憶障害がかなりあったのと、寝てる間に酸欠を起こすから、知らない間に脳が障害を起こすっていうことで、すごく表意外にかかってたけども、リハビリが終わったらどこも相談に乗ってもらえない、どうしようかということで、しゃべれるし歩けるし普通に見えるんだけども、どこかやっぱりこれまで高いところに残って電気工事してたんだけど、できなくなって危険作業で、今の、まあ、職場は首が切られないけれども、あなたのしてもらう仕事はないですねみたいな状態で、でもなんとか出勤できるだけ行って首つないだなっていうことで、まあ、かなり悩んでおられたんで、山口先生を平本亜美さんの会とかいろんな本も見せていただいて、じゃあ高槻のクリニックに行ったらっていうことで、今は山口先生の講演会の、まあ、ファンクラブであちこち
参加しますおっしゃってまして、今はどうなさってるのか、もう私お仕事が離れたんで何年か経ってるのでわからないんですけども、非常にね分かられにくくって、制度上もカバーしてもらえるものがない。で、これ発症したことで社会復帰できなくって、経済的にも社会的にも難しい状態に置かれるから、ここに書かれてるその今度11月10日のチラシに見ましたけれども、資料事項炭鉱爆発で大量の使用障害の方が出られて、それからもう60年経ってるけれども、包括的な制度がやっぱりいるなって思いました。改めて考えさせていただきました。ありがとうございます。危ないって言ったんです。そうですね、はい、すみません、今ちょっとチラシのことをおしゃべりなさいと言われたので、しゃべっていいですか。この今日皆さんに見ていただいた映画に なぜか大牟田出身ということだけで誘われまして、で実は高次の機能障害のことはこの映画を進める中で私も勉強させてもらったという程度しかないんです。ですので今日みたいにまた当事者の方の話などを聞けると本当によくまだ少し理解が進むことができます。でそういうことで高次の機能障害っていうのは私自分に身に降りかからないとなかなか皆さんこうやって映画の上映会とかあれば参加すれば別ですけれども、なかなか自分の身に降りかからないと知ろうとしないというか見えない状況になっているのかなと思います。で、その映画の次にもっと皆さんに知ってもらうためには何がいいのかなということで、実行委員会の方では一つその三池の炭鉱事故で、その後の支援を勝ち取ることの一つのきっかけとなった事象を劇にしてみたら、音楽劇にしたらどうかということがありまして、今回チラシ見ていただくと分かるんですけれども、公演とかの他に第2部黒い輝きの道音楽劇というのが、作られました。これはその CO の、事故で、工事の機能障害になった家族をなんとか助けてほしいということで国に支援法のことをいろいろ呼びかけたんですけれども、なかなか実行に至らない。でそういうことでもう家族ですね、家族が特に女性妻とか娘たちがなんとかそれを実行なんとかその権利を手にしたいということで校内に144時間座り込んだんです。で今日の映画にもそれは出てきたんですけれども、それを劇にしたということ で、 で私がこの座り込みがすごいなと思うのは非暴力、座り込みという非暴力をね使ってなんとか手に入れたというところだなと思うんです。しかもそれが、弱いものとされていた女性の手でなされたということはすごいエポックメイキング的なことじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さん山口先生の話やあと三池炭鉱労組の次長だった立山さんの話もですけれども、どうぞこの劇も見に来てください。以上です。大阪市から来ました坂本聡と申します。この映画は私の友達というか一緒に活動している人が一人出てましたので、それで見に来ました。すみません、ちょっと昨日おととい昨日の晩とその前の晩でちょっと日付が変わるので仕事してて眠くてですね、すみません。はい、以上です。このようです。実はなぜこの高次の機能障害を知ったかと言いますと、半年ぐらい前に警察庁の方が、実は当事者団体の代表してるんですけどね、交通事故の。
連絡が来て、今年は高次の機能障害の勉強をしますということで、で、まあ、当然山口先生に話されたり、それから当事者の方が出てこられたりして、で、まあ、正直びっくりしたんです。で、まあ、交通事故やからと当然うちは死亡した者の遺族、私もそうなんですね、それが大半で、でも一部高度重度後遺症の方もおられるんです。でもその方たちは家族を見ると多分出てこれないんですよね、うん、で大変やと思いながら何らね行動もせなかったんやけど、ごめんなさいね、話がちょっと言ってね。でもう一遍それで見て、これはうちとしては絶対に会として、もっともっとアピールするべき内容やと思って、山内先生の本2冊買ったりね、いろんな読んでた矢先に、お隣からこれまた映画上映会やるよということでね、連絡もらったんで今日来たんです、はい、で、あんまり長くなったらダメなんですけども、うちの会もやっぱりみんなが安心して暮らせるね、交通死亡者ゼロじゃなくてね、交通事件の被害者ゼロを訴えかけてるんですけども、で当然 法改正とかいろんなとこ省庁ね、先から出てる厚労省とかですね、内閣府とかいろんな文句言いたいんですけども、言ってもダメやから諦めるのはあかんなと思ってます。で、爪痕を残すのは何か言ったら基本的には訴訟かなと思ってます。大概跳ねられます、ひどい場合は棄却で言うて裁判所がその書類自体を受け付けてくれない、で一応受け付けてくれても、一応書類受け付けたけど、はい、始まったらもうすぐに、あなたの訴えは裁判所で理由がない、正当な理由がないということで却下されるんですよね。でも裁判するとね、公式文書残るんですよ。で、ということで今ちょっと喋ってて一部間違いがあるかもしれませんだけども、で、それを積み重ねることによって世の中は、私たちが関係したね、訴訟とかそういうことでも変わってきたなと思いますので、それを皆さんにお伝えしたいなと思って、爪痕を残す、はい、で、あと三池のもうあんなはっきり言ったら国策の問題ですよ。かで、水俣もね、国策企業窒素とかね、で、JR の件でもね、民営化のあったけども、やっぱり国策事業ですよ、隠しますよね。で、その中でうちのカウンセリングしてくれてる方がおられて、実はその方は日光機事故で情報開示求めて裁判をされてます。一部 YouTube で出て、いつまでぐちゃぐちゃ言うてんねんとか言うてるんですけども、一緒に裁判傍聴して、いろんな面白い政府側の発表した記録を元にしたら矛盾が出てきたんですよ、うん、で、その裁判も多分今度高裁に行くけども、蹴られるかもしれないけども、50年100年経った時に日本の国策や航空機事業に対して異を唱えた人たちがいた。先ほどアパルトヘイト関係のところで、ね、南アフリカで、ね、石渡のこと言われたでしょ、ね、言われたでしょ、ね、うん、でもちょっと長くなりましたけども、またエネルギーいただきました、やらせていただけたらと思ってます。なるほど、あ、田畑と言いますアメリカ人のね、ホルモンで、アメリカ CD 関税の障害以外でね、UA と金融相談が多くなってる。それで国産機は相変わらずに金融相談。すごい熱っぽい会場の空気をいただきまして、私も大田石在住で北川といいます。映画に出演されているお二人が今日来てくださって、本当に実感っていうのかね、
私これ映画4回目なんですけど、なかなか盛りだくさんの内容で、何回見ても今日初めて見たような感じで見てしまうっていうのがありまして、で冒頭のお二人出てこられて、今日現実にね来てくださって本当にありがとうございます。私自身もこの映画とかからの出会いで、こういう障害が多いというのを知ったものでして、あとスポーツ選手なんかにもまだいらし、自分がそうは思ってないけどこの障害を負っている人たちがいらっしゃるんじゃないかなとか、過労死の問題とか、サラリーマンの方とか、なんとなくおかしいなと思ってるけど、この障害の狭間で苦しんでいる人たちがまだまだいるんじゃないかなとかいうのを思ってて、ふと頭にを打ったことがあれば脳手帳みたいなぐらい脳のことをもう少し学校時代っていうかね、義務教育ぐらいの段階でも自分の頭の問題っていうか脳の問題をもう少し敏感に自分で守るというか、大人は保護してあげるべき問題だよっていうのをスポーツの段階でも、伝えていく必要が日本はもっともっとあるんじゃないかなっていう気もしています。で、まあ今日生きているのが奇跡だということであれば、今日本当にここで皆さんのお話聞けてお会いできたのが奇跡っていうこともあるし、今の爪痕を残すやっぱり行動に私も何か一緒になって参加していきたいと思いますので、またよろしくお願いします。まだ言っておられない方で発言します。おられますか。アメリカ人とオーストラリア人のね、有害なホルモンもね、昔ね、日本は有害な変異するかも。ところがね、アメリカは非関税商品だよね。アメリカで育った牛をそのまま日本に水が引き込んでいけるから、長くて、ね、それでね、有害で禁止するのは OK さん。で、相変わらず国産牛はね、禁止なんです。それでね、国会でね、誰かが質問してね、よう知っておる大臣がね、和牛のか心配でね、日本の和牛の肉とアメリカのお世話の肉と肉が違うから、和牛は売れないし、反省してるから言ったことです。コカ・コーラの原因もね、何が入ってるかね、企業にして日本で知らないんですよ。アメリカ、いいね、それで日本で活動して、ここにいらっしゃるの書いてるんだよ。どうも、ご苦労様です。ヒラルと言います。天ヶ崎市内のものなんですけども、この映画の連絡先の方に私の携帯が鳴ってるんですけども、この4月に第1回目の上映会をやりました。で、6月、7月で、今日の8月と全部で4回やりました。で、今まであまり顔を見なかった新しい出会いがありました。いろんな方との出会いの中でいろんな話を聞かせてもらいまして、で、一番びっくりしたのは、私たちの周りで帰宅されなかったんだけども、その当事者の方やその家族の方がものすごくいらっしゃると。で、映画館、上映会をやるたびにそういう方々に来ていただいていろいろ話を聞かせてもらいました。で、また参加された方の思いとかいろんな意見も聞かせてもらった上で、やはりこの問題についてこれからも地道にこまめに取り組んでいきたいと思います。で、ただ尼崎からどんな発信ができるか分かりませんけども、そこはまたこのいろんなつながりを持った人たちとの関係をそれだけ秘密に作っていって、いろんな形で発信をしながらつながりを広めていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。皆様ありがとうございます。私は高知農地の障害については、この映画するまでは言葉も知らなかった。で、映画をやっていく中で少しずつ話を聞いたりして、4回やりました。それでいつも JR 尼崎の福知山線の事故のことはすごいいつも18年って言い張りましたけど、今でも気になるんです。
で、私は JR 長崎のこと、小田南、障害学習クラブとか、ああいうところに行くことがあるので、あそこを通るたびに、あの人たちはどうしてはるやろうといつも思ってたんです。亡くなられた方は、まあ、それで終わりというわけじゃないんですけれど、被害に遭って、やっぱりこう毎日の生活が続いていくけれど、どうされてるのかわからなくて、で出会うこともなかった。ですごいいつも気になってて、で前回の大谷の障害学習プラザでした時に、鈴木さんの電話番号を教えていただいて、連絡取ることができたんです。で今日はお会いできてよかったなと思います。それから皆さんも来てくださってお会いできてよかったと思います。また映画で見たことなんかも近くの人とかに、お友達とかにお話ししていただけたら幸いです。今日はありがとうございました。日本語は Yes.